スマッシュ文庫は日本の出版社 PHP 研究所が刊行していたライトノベル系の文庫本書籍レーベル2010年3月10日創刊。他の多くのライトノベル系レーベルのように毎月の発売日が固定されておらず月によっては複数日に分けて新刊が発売される場合もある点が大きな特徴となっていた2015年4月7日刊行文を最後に 発汗は止まっている。キャッチコピーは愛と友情のミラクル小説で、これとは別に友情、恋愛、幸福を編集テーマに掲げていた。レーベルカラーは黄緑。編集は京都市の PHP 本社でなく東京都千代田区の東京本部に置かれているコミック出版部が担当していた。相関に際しては、同じ出版社の猫自称女シリーズ等の学習漫画でも、 採用されているワンコイン戦略を打ち出し全タイトルの価格を一冊500円に統一する低価格路線を謳っていたが2010年6月に発売されたうちのメイドは不定形以降は価格制限がなくなったのか同年夏以降のタイトルはだレーベル並みの価格水準となったまた当初は本レーベルより文庫として刊行される予定であった菅野隆弘 金結の高校生がバッフェットからお金持ちになる方法を学んだらは流通側の要請を受けて B 六版ソフトカバーで刊行された。人気ウェーブ小説魔法勇者作者の新作がスマッシュ文庫からありがとうございます。